小出氏は日本の氏族の一つ。小出氏の羊は、半官府などでは、藤原南家に海道氏の竜とされ、本願の地は、品野稲郡、小出郷とされる。安土桃山時代、江戸時代に大名となった小出氏は、常実の小出氏の子孫が、尾張中村に流れてきたものとされる。他方、鈴木誠年編の百家系図校では、同じ藤原南家でも、 国道支流とされるなど、ケース上の流れは二つあり、小出秀政までの経譜も諸説あって定かではない。一方、小出神左衛門秀政に見える人は、諏訪神等の古称によく見える神に由来し、藤原氏出自を称することには疑問がある。小出教には、古くから諏訪神社が鎮座し、一族は後に鮭と武家に分かれるなど古族の流れを示唆するため、実際には、 諏訪神谷の一族で、三輪人部少年生と見る説もある。小出氏の祖である、能ナの父が森綱といった点に着目すれば、三日宿と呼ばれた大堀理次郎を諏ため次の光栄であったと考える説もある。はっきりしているのは、小出秀政が豊臣秀吉の母王満どころの妹の夫であったことで大名に取り立てられた後からである。秀吉没後、秀政は、 関ヶ原の戦いでは西軍に属したが、秀政の一支援、江森秀家が東軍に属したため海域を免れ、江戸時代も大名として存続した。小出氏文家の家門、額に28文字この頃の家門は、小出氏本家が、丸に額、丸に額形、丸に見学を用い、小出氏文家は額に28文字を用い、替え門は、吉光に、小の字を用いた。 太字は、当主、実践は、実施、点線は用誌、着流そのべ半誌か投機半主か、ありがとうございます。